長寿大国日本。ロシアも近年持病が伸びています。ロシアの死因のトップは循環器疾患、脳血管疾患。また癌は日露共通の課題です。健康寿命を伸ばすため、両国の経験や日本の医療技術を共有しています。健康長寿を目指し、予防、診断、治療からリハビリまで様々な医療協力が行われています。ハバロフスクでは日露予防医療診断センターの設立により、疾病の早期発見、健康管理の大切さを伝えます。そして内視鏡、ピラゴフ名称大学を拠点に最新の医療技術の共有、トレーニングを行っています。ウラジオストクでは日機と北斗病院が外来リハビリテーションセンターの開設準備を進めています。両国の未来を担うかけがえのない命を救うため、小児医療をリードする成育医療研究センターとロガチョフ名称センターを拠点に、日露のトップレベルの専門家が協力し、医療レベルの向上に取り組んでいます。感染症対策では早期発見が重要。自宅でも簡易に診断できるシステムを開発しています。日本の理研ダナフォーム社とロシアのエイドス社が共同し、感染症対策への貢献を目指します。これらの医療協力で日露両国民の健康寿命の伸長に貢献します。